皆様ご機嫌うるわしゅうございます。本日はビートルズのホワイトアルバムをディスク1枚にするという妄想をしてみたので発表します。いわゆるホワイトアルバムチャレンジというやつです。有名どころで言うとミノミュージックなどビートルズ好きの配信者の皆さんがやっていたので私も便乗してみます。 A 面 B 面ともに7曲ずつの合計14曲にしてみました。なぜならビートルズのアルバムの中で最も多いのがこのパターンだからです。基本的には私の好きな曲ベスト14を収録する形になりましたが一部例外があります。結論を先に言ってしまうと私は基本的に明るい曲が好きなので不気味な曲は全体的に排除される傾向になりました。私自身は中二病な陰キャラで闇属性だと思うのですが楽曲に関してはなぜか明るい曲が好きです。ホワイトアルバムの概要や収録曲の詳細に関しては以前私が投稿したビートルズのホワイトアルバムについて語るという動画を見ていただきたいと思います。概要欄に貼っておきます。では行きましょう。 A 面1曲目 Back in the USSR。 実際の曲順も A 面1曲目です。このアルバムの中では30曲中2番目に好きです。ジェット機の離陸音が始まりを感じさせるのでオープニングはやっぱりこの曲がいいです。では次行きましょう。 A 面2曲目 While my guitar gently weeps。 実際の曲順は A 面7曲目です。30曲中4番目に好きです。良い曲なので出し惜しみせずに行きます。不気味さがなくひたすら美しい曲なので序盤向きだと思います。では次行きましょう。 A 面3曲目 Sexy Sadie。 実際の曲順は C 面5曲目です。30曲中6番目に好きです。この曲も良い曲なので出し惜しみせずに行きます。3曲目なら多少不気味でもいいかもと思ってこの位置にしました。では次行きましょう。 A 面4曲目 Happiness is a warm gun。実際の曲順は A 面8曲目です。30曲中3番目に好きです。私の個人的な体質の問題なのですが私の場合4曲目で集中力マックスになって6曲目で集中力が切れがちです。もちろん演奏時間の長さによって差がありますがよくある 3,4 分の曲だとそうなることが多いです。したがってこの曲は非常に良い曲なので集中力マックスの状態で聴きたいです。では次行きましょう。 A 面5曲目 Don't Pass Me By。 実際の曲順は B 面6曲目です。30曲中16番目に好きです。私にとってのベスト14入りしなかった曲なのですがさすがにリンゴの作品を収録しないというのはかわいそうなのでこの曲も収録しました。なのですが今回選出した曲の中では私にとって最弱曲なので集中力が切れそうな頃に聞き流してしまいます。ちなみにこの曲が選ばれたことにより30曲中13番目に好きな Martha My Dear が落選しました。では次行きましょう。 A 面6曲目 Revolution 1。 実際の曲順は D 面1曲目です。30曲中12番目に好きです。この位置にした理由は消去法です。ベスト14入りしなかった Don't Pass Me By などの繰り上げがありましたがこの曲は落選しませんでした。今回落選した Revolution 9はこのアルバムにおいてある意味存在感のあるトラックと言えるのですがはっきり言って個人的には大嫌いなので14枠しかない貴重な枠を Revolution 9のために使う必要性は全く感じられません。したがってその代わりに Revolution 1を採用してお茶を濁しました。では次行きましょう。 A 面7曲目
オブラディオブラダ。実際の曲順は A 面4曲目です。30曲中15番目に好きです。この曲も私にとってのベスト14入りしなかった曲なのですが、歌詞の都合上サヴォイ・トラフォーよりも先に聴いておきたいので収録しました。そしてマンネリ化を回避するために異質な曲をこの位置に配置しました。失われた集中力を取り戻すにはそれまでの流れとは方向性の異なる曲が必要だと思いました。本作は北米やヨーロッパをルーツとした曲が多い中で、この曲はジャマイカをルーツとしているので今回選出された曲の中では最も異質な曲だと思います。ちなみにこの曲が選ばれたことにより30曲中10番目に好きな Everybody's got something to hide except me and my monkey が落選しました。では次行きましょう。 B 面1曲目ハニーパイ。実際の曲順は D 面2曲目です。30曲中5番目に好きです。ロックやポップスが多い本作の中でディキシーランドジャズであるこの曲も異質と言えるのでマンネリ化回避の継続になります。オブラディオブラダが地理的に異質な曲だったのに対してこの曲は時代的に異質な曲となります。では次行きましょう。 B 面2曲目 Rocky Raccoon。 実際の曲順は B 面5曲目です。30曲中8番目に好きです。ディキシーランドジャズの次にウエスタンスウィングということで音楽の歴史をたどる形にしました。では次行きましょう。 B 面3曲目Yeah Blues。 実際の曲順は C 面2曲目です。30曲中9番目に好きです。あくまでも私の中でのイメージですが、カントリーミュージックの対義語がブルースというイメージです。てなわけでカントリーの次にブルースを聴いて気分転換します。では次行きましょう。 B 面4曲目サヴォイ・トラフォー。実際の曲順は D 面3曲目です。私の中ではこのアルバムにおけるベストトラックです。ブルースの次はソウルにしました。同じブラックミュージックだけど土臭いブルースと都会的で洗練されたソウルでは対照的なので、この似ているようで異なるという微妙なギャップを楽しみます。では次行きましょう。 B 面5曲目 Birthday。実際の曲順は C 面1曲目です。30曲中7番目に好きです。オープニングを飾った Back in the USSR がシンプルなロックンロールだったので、終盤で再びシンプルなロックンロールに戻ります。では次行きましょう。 B 面6曲目 Helter Skelter。 実際の曲順は C 面6曲目です。30曲中11番目に好きです。最後の曲のネタバレになってしまいますが、最後の曲を子守歌風なバラードにしたので、その前にあえて激しい曲を配置することによって温度差を楽しみます。どうしてもこの流れに持ち込みたかったので Don't Pass Me By と Obladi Oblada の繰り上げにも負けず採用しました。では次行きましょう。最後を飾る B 面7曲目 Good Night。実際の曲順は D 面6曲目で、実際の曲順でも最後を飾ります。30曲中14番目に好きです。タイトルや歌詞が1日の終わりを表しているので、この曲は最後で決まりです。最後を飾るのはこの曲以外ありえないと思ったので、 Don't Pass Me By などの繰り上げにもかかわらず採用しました。では今回はこんなところにしておきましょう。チャンネル登録、高評価などしていただけるとありがたいです。それからコメントもお待ちしているのですが、コメントに関しては私の方からお願いがあります。コメントは原則として敬語でお願いします。誠に勝手ながらタメ口はご遠慮願います。年齢とか私との親密度とか関係なく、私とリアル知り合いの方でも一律敬語でお願いしたいと思います。フリーザ様でも敬語が使えるので、皆さんなら余裕で敬語が使えると思います。
それではまた次の機会にお会いしましょう。お疲れ様です。